はい皆さん毎度毎度はいパーマねチリチリパーマお外しだね昔はこういうパーマ大仏パーマとか言ったかもしんないよねだけどシスでかけてまあプレッシャーしちゃえばね、まあ、多少緩むかもしんないけど今の若いね美容師さんとか若いお客様がねこういう風にかけられてるの見たらね驚くんじゃないかなカルチャーショックなんじゃないかな大仏パーマってまさに大仏パーマだよね パンチパーマとはまたちょっと違うんだけどね。パンチパーマってのはもうちょっと強いよね。根元から曲げて長さも短いよね。パンチだとね。おばさんの場合はね、長さが長いから代わり調になるんだよね。で、ここまでやっぱりかかってると、今回はホットカーラー巻いたけど、あまり完全に乾かさず、昔ながらのね、カーラーで巻いてお釜に入れた方が綺麗かもしんないね。お釜に入ってる時間っていうのがちょっと長くなるけど、 巻くのも巻きやすいかもしんない。完全に乾かしちゃうとちょっとホットカラーとの絡みが悪いっていうの毛先がちょっとカリカリしててね。これも前回どこかの店で何されたかわかんないからね、パーマね。毛先の痛みっていうのがちょっとわかんないけど、このまま続けてったら毛先の痛みがどうなるかね。ちょっとそれもちょっと続けてみないとわかんないんだけどね。 どんどん外れてきたね。でよく見るとやっぱり根6ってのロット径に対してまあ2.5倍だからね十1 5リぐらいの径意外と根元付近は強くないもんだよ毛先はロット径近くつったってこの毛先ちょっと切ったゴミくず床に落ちて自然に乾いたのを測ると6ミリにはかかってないよね1センチぐらいの径にかかってるもんだよね。 はい。だけど、すべてのおばあちゃんのお客様をこんなにかけるってことはないからね。やっぱり緩めのおばあちゃんパーマもあるわけだからね。まあそこをよくね、うちはやっぱり強めの方多いからこういう風になっちゃうけどね。はい。今回の動画は、あの、ロットアウト編ね。で、ゆすいで、あとは、まあ乾かしてホットカーラー巻いてね。仕上げになるね。で、ちょっとやっぱりイラシの長いって言われたから切ったけどね。 はい、お疲れ様でした。